大きなウミガメが重機で釣り上げられています。今日午前、奄美市で撮影された映像なんですが、このカメ、海岸近くで側溝にはまっていたところを救助されたということなんです。一体どういうことなのか取材しました。側溝の中に傾いた状態ではまっているのは、甲羅の長さ95センチの大きなウミガメです。側溝の幅は40センチ、深さは60センチほどあるといいます。ウミガメが見つかったのは、奄美市名瀬長浜町にある下水処理場の近くの道です。午前5時ごろ、散歩をしていた住民が発見しました。なぜこんなところでウミガメが見つかったのでしょうか。この階段から来たのは間違いない。救出活動に参加した奄美海洋生物研究会の沖克樹会長は、見つかった足跡から移動経路をこう推測します。発見現場から400メートルほど離れた砂浜に上陸したウミガメ、その後階段を下り、発見場所まで移動し、溝にはまったとみられています。見つかったのは、アオウミガメのメスで、産卵場所を探す間に迷い込んだ可能性があるということです。発見からおよそ4時間後、海洋生物研究会のメンバーや、奄美市の職員らおよそ15人で救出を開始。重さが100キロ以上あるため、重機でカメを釣り上げるなど、救出活動は大掛かりなものになりました。1時間ほどかけて近くの港に連れてこられたウミガメ。海を目指して前進を続けます。途中、疲れているからか呼吸が荒くなっているように見えます。最後は沖会長の手を借り、ウミガメは無事に海に帰っていきました。遊具所についてくれるのかなっていう。海行ったりとかした時に一緒になんか泳げたらいいなと思ったし、もうそこにはまらないです。海に泳いでる。市民の方が発見して、まあ、それを市役所の方に連絡をしたということで、まあ、そういう助けてあげたいという気持ちが、ね、広がっているというのは非常に嬉しく思いますし、で今回も一人とかではできない感じなので、業者の方々には重機も出してもらって助けることができたというのは非常に嬉しいです、ね。ウミガメも重機で釣り上げられるこの時は少しびっくりしていた様子もあったように思えたんですが、いやしかし発見した人もびっくりしたでしょうね、はい、なぜここにウミガメがということで、この後カメの恩返しがあるかもしれません。そうですね。